平成7年に浸水されていますので、長年が経ちますから、あちらこちらに痛みもありますけど、まだまだ現役でバリバリ活躍されてますよ。汚れや黄ばみもありますけどね、磨いていただければある程度は綺麗になると思います。デッキの上は年式の割に頑丈ですよ。ここ物入れですね。結構広いですね、うん、奥まであるんですね、はいはい、奥もうこの 幅のしこですからね、この幅しこ、はいはいはい、もうあるとですよ、こう全部本当だ、全部奥まで入って、はい、ここがイケスですね。この赤色はこれコルゲートチとか、ね、うん、匂いがしたら魚が死ぬ、剪定取るよとはまた違う、エアポンプここの中ね、魚が死なないように、うんうんうん、これもつけてあげますけど、このままローラーはメンテした方がいいってことですか？はい、ことはもう大体大丈夫です。一つはあれはもう悪くなる。こっちのスパーツが今必要です。ここから顔が出せるようになってるんですね。GPS ボタンがあるんですね。回転窓も OK です。ここは物入れ、物入れ、はい、もうこういう感じ。あ、ここ物入れ、はい、両サイドは物入れ、ここ燃料タンクですね。あ、こっちが呼吸のと、はい、こっちがメインの、はいはいはい、こっちも同じ釣れた魚とかも入れられること。スカッパーも綺麗にやり替えてるからね、はいはいはい、あの漕いでですね、味をかけて漕いでみたり、あの疑似へあのボンボンとかそういうのをですね、こう漕ぎながらこうしゃくったり。こうどうなっちゃう、塩噛んだらもうすぐですね。うん、綺麗かよ。22機生き戻りは大きいとでバーっていってですね、うん、もう漁場に行ったらもう8馬力でそろそろこう漕ぐわけです。味が傷まんように、うん、ちっちゃい馬力でスローで生き餌をこうそのまま引っ張るトローリングする。スピードは何ノットぐらい出るんですか？まあ18ぐらい、今18ノットぐらい、まあ、最高です。そっちはあのリモコンされること一つですけどですね、あえてですね、もうあの手動にしたとですね、あの漕ぎがしやすいようにコントローラーもちょっとこうあのコントロールしていかないかんでしょ、うんうんうん、これやったらもうラット回さないかんけんですね、だけあえてもうこの手動にこっちだけはしておきますね。だけもしリモコンつけられるならもうそのハンドルだけはつけてますからね、もうこのブリッジいっぱいですから、うんうんうん、さっきもうエンジンつけられてるから、ね、このバッテリーはいつ頃交換されてらっしゃるんですか？こっちはもう1年ちょっとぐらい、まだ新しいですね、まだ新しいですね、はいはい、130つけてますからね。